2022年の,8月の3日ですえっ、ー、と今日はえっ、ー、ともうすべて機能を作ってテストも作ってデザインも作って機能が完成して、まあ、デプロイもしてでリリース用のブログも書いたのでえっ、ー、とブートキャンプの方の提出物として提出したので今日で、えー、とこのシリーズというかもう 最後にしようかなと思っています、えー、とちょっと見てもらうと、これがウェルカムのページにこんな感じにデザインがつきました。でもうここにアプリの説明があって、トライしたいときはここを押すと、ちょっとこの下にあのアンカータグが入ってて、ここに飛ぶようになってます。でここでループをログインしたいでもループがすることができるようになってて、一応テスト用の、えー、と YouTube の URL をここに設定しています。で ログインをいつも通りしたらこんな感じで、えー、とトップのページに行ってでここでまたループができますこの場合は、えー、ループの学習記録が作られるのでここのカレンダーにも段、えー、の、えー、とスタンプがつきますでここから、えー、とクリックするとここがあの ログの詳細ページになって、えー、と以前はここをエディットでエディットの画面に遷移するようになっていたんですけどここに、えー、とフォームをつけたのでここから、えー、とメモをその直接編集できるようにしましたで Successfully updated your practice log というトーストも出るようになりました、まあ、こんなもんですかね今日まあ、ちょっと ここから多分修正するところも出てくるとは思うんですが、まあ一旦できた。最初がこれ4月の17日に YouTube 撮ったんで、まあ4ヶ月弱かかってしまったけど、まあなんとかできました。はい、今日一応卒業できるといいなと思ってます。はい、とりあえず以上です。さようなら。